デデデ。好きでかいなこれ。これが、ほら。あ、間違えた。え？これ、あ、振り向きのやつか。振り向きになってたな。何、どこ行ったの？うわ、何これ！嘘だろ！わかるか、どこらに来るか。全然ふっくり負けん、こい、強すぎ、硬すぎる、これ。なんだ、カッチカチ！あー！カッチカチ！なんだ、こいつの。これ、硬すぎる。当たってた？範囲前入ってた か。これ強いな。上にも当たるんだな、あれ。下だけじゃないんだな。じゃあ、あのなんかトゲトゲがめちゃくちゃ強いわ。トゲトゲ、これがマジ強い。トゲが、トゲが強すぎる。トゲが強すぎる。絶対うわ、トゲ。うわ、強っ。あー、マイビー出ちゃった。これマジむずい。 OK、 あとマイビーで終わり。いた、きた、しゃーしゃー。ちょ、トゲがさ、復帰トゲどうする。復帰トゲはとがめ方がわからん。どうしたらいい、復帰トゲ。こいつ対応ついた。今またマイビー出た。むずい、ここで復帰がむずい。じゃあその置きとけがま強いな。あれ置いとけんのがいい。好きないマッチ全然。こっち B やったら好きめっちゃあるからさ。あの置きとけがマジきついわ。カードができ。もうやだ、もうこのゲーム、もうやだ、もうやだ、このゲーム。なんで俺のケツは戻ってこれないの、マジで。あれ、なんか下にドスンってやつやってて、戻ったやついたじゃん、さっきのやつ、マリオとか。なんで俺は戻れないの。俺はなんで戻れないの。なんであいつは戻れるの。クッパ強くないんじゃない。何が強いの、こいつ。うわ、やばい、やめて。ああ、いや、むずい。クエヌ刺さりまく、クエヌやめろ。なんで、どっち、クエヌの方がいいよね。刺さりまくってたよね。使うべきだよね。困ってたよね。クエヌ嫌がってさ、飛ぶじゃん。で、俺下で待ち構えて、これ、この、これで対空、これでいいんじゃない。それか上から来るから、これガーキャンで。オッケーオッケー。ちょ、大きいか。すごい刺さってる。落とされた、急に。あんなパターンあるんだ。勝った、よし田中3勝2敗。危ねえ。4個持っちまったな。2勝3敗か。 OKOK、 まだいける。いいライバル見つかったぞ。お前も探してた、俺を探してたな、友よ。強敵と書いて友。田中との十先始まりました。田中溺れ声が俺と同じ。マジで俺と同じ匂いする。マジで俺と同じ。42歳だと思う。やばい。危ね。おお、永久だぞこいつ。オッケー、おった。よし、バカが田中、てめえ先に溺れたか。田中先に溺れたんだ。てめえ、もろともちゃ。あーか、やっちまった。終わりじゃ、田中ケイ。よーし、いい勝負だ。俺てめえ42歳だろ。
お前頭良さそうだもんな。だけどついてこねえんだろ。わかるぜ、田中。田中逃げねえな。お前そういうタイプだよな。やっと見つけたもんな。共に上がろうぜ。よし。田中引退さすわ。おこいつ引退さす。おい、てめえ、はい、ゲオロスがあっかんな、てめえ、おにゃるら。てめえ、おにゃるら。まずこれだ。お前これ嫌がって知ってんだよ。逃げんの知ってんだよ。で、釘打つの分かってんだよ。逃がさねえから。おげえ、田中釘打つの分かってんだよ。お前、田中、始まったぞ。おっしゃー、田中ジャンプ一回押したがんな、田中。わかるぜ、田中ジャンプなかったんだろ。わかるぞ、田中。よし、田中絶対ギョロしちゃっかな、てめえ。逃げねえ、おめえも男だな。おい、お前も男か。オッケーオッケーオッケー、やってやる、田中。名前がいいぞ、田中。お前は本当に田中、田中っちやろうぜ、今日もな。おい、聖戦。月が長すぎる、月がなさすぎる、これ。はぁ、タナッチ。やばい、これはやばい。投げがうまいな。うわ、ジャンプなかった、ジャンプなかった。うわ、やられた。スマブラバの爆笑問題始まりました。田中逃げねえ、こいつさすがだよ、おめえは男の中の男だよな。まあ、44で逃げるやついねえな。田中ちゃん始まったぜ。ごめん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 。いやー、田中てめえ、うわ、やる。田中ちゃん、田中でな、逃げねえぞ。ちょ、タバコ差しくねえ、田中。タバコ吸いて。田中見てる？見てるんだったらちょっと連絡ちょうだい。タバコ吸いて。俺で お前とやりたいんだ。田中、ちょ、一旦休憩入れないか、次で。タバコ吸いて。田中、ちょっと頼む。田中、お前しかいない、俺は。田中、頼む。ちょっとお前、ちょっと見てるだろ、どうせ。どうせ見てんだろ、田中。頼む。はい。オッケー、田中、俺こういうこともできるようになったぞ。田中、お前のおかげだ。田中、やめてくれ。一生こんばんは、逃げろよ。田中、お前まさか、田中、お前まさか。田中、うわ、やるじゃねえか、田中。お前返しやがった。それ返せんのか、田中。お前返せるキャラか。やるじゃねえか、田中。逃がさん、田中が、それ無敵なくなるんだぞ、田中、それ知らんか、お前無敵なくなる、田中、田中っち。ちょ、田中っち、ちょっと見てる、コメント切る。ちょっとタバコ吸いで。ちょ、フレンドにするわ。タナチ逃げられちゃ困る。タナチ。ちょ、もう本当に、俺も田中でいい。田中フレンド申請。田中、俺と友達になってくれ。田中、頼む。田中、俺と友達、ブロックすんじゃねえぞ、お前。俺のこと。いいよ、小学生でいいだろ、田中。よし、疲れた。俺が6勝4敗な、6勝4敗。60時間やって、あれで。いや、俺もそれぐらいだよ。田中。幼稚園児のわけない。あいつ頭良かったから。
いや開幕逃げて崖下の方が安定じゃねっつって考えてたから、俺と同じルートだった。俺と同じルートで、開幕だって相手に復帰されたらあっち無敵だから、えこっちも崖下に無敵取った方がよくねっつって、同じ思考ルートだった。絶対あいつは42歳、同じだ。えこのえ だ, だから痛くねっつって、 でかいのいればさっつって、であの振り向きとか相当困ってたから、相当困ってた。あいつは同じ。いいよ、あいつはかなり良かった。いい戦いだった。田中、お前とはかなりいい戦いができる。これから。俺初めてだわ。野良に申請するって。フレンド申請しようぜっつって。俺初めてだわ。通ったかどうかわからん。で、飲み行こうぜ、田中。きちいよな、このゲームな、つって。田中どうせ子供いんだろ。いや、子供のために今やってるんだよ、つって。いや、だけどこれキッズ振り向きはマジむずいよ、これ。よく反応するわ、みんな子供は、つって。なあ、田中な。いや、俺もそうなんだ。放送でさ、配信で人来るかちょっとやってんの。振り向ききちいわ。あ、なに、格やってた。ああ、そう。あ、KO エグゼか。ああ、そう。俺、ストファイブ勢なんだけど、ストリートファイター勢なんだけど。あ、そうか、そうか。やっぱそうだ。格ええな。振り向いてくれるからさ、きちいよな、つって。完全、田中と飲みたい、俺は。朝まで。いや、飲みたい出すわ。田中飲み行こうぜ。いや、それは悪いから大丈夫だ。出すよ。自分の部分で出すよ。つって。ちゃんと田中は言いそう。田中はちゃんと言いそう。スマブラの爆笑問題でコミックもぜ。俺ら。大会出ようぜ。田中上弱だから承認の仕方わからん。ありえる。ありえる。田中42歳だから絶対ありえる。絶対ありえるな。うん。多分北海道とか出身だわ。多分な。田舎の人。十勝平野に住んどる。やることねえから。子供のためにスマブラ始めて。わかんねえわ。多分子供に聞いてるわ。子供に聞いてる今。大輔、これどうやってやんだ。大輔、これどうやってやんだ。これちょっとなんか来たぞ。なんかお父さんになんか来た。これちょっとやってくれよ。お前これどうやってやんだ。これなんか来たんだよ。黒人って人から。なんだこれ。黒人って人、いや日本人だと思うけど黒人。じゃもうそれいいから、もうそれいいから大輔やってくれ。ちょっとやっとるわ。田中今子供に大輔にやってもらっとるわ。うん。やってるやってる。いいね。頑張っとるわ。いやでもかなり今日いい感じだったよね。田中からフレンドショーに来た。ちょっと調べるか。よし。もしかして独身？田中独身だわ。田中さん独身でした。やり方わからん。わからんっぽいっす。あー、田中またやりてえな。田中もういないの？二度と会えないの？田中と俺。田中、ちょ、お前マジで、ちょ、フレンド登録の追加の仕方だけ覚えろ。田中マジで。ちょ、お前も俺しかいねえだろ。俺もおめえしかいねえんだよ。マリオとかさ、そんなんばっかなんだよ、あいつら。わかってねえんだよ、本当の戦いってもの。いや、お前はさすがに、スマバラ界の爆笑問題やろうぜ、太田田中で。ああ、でもな、ゲオった可能性あるよな。俺、こんなやつにも負けるんだな。俺、もういいや、このゲームつって。あ、ゲーオロつって。ゲオやった可能性もあるな、田中。ああ、しまった。ゲオらしちまったか。もう6-4だったもんな、今日な。さすがに悔しいか、田中な。まあ、でもまた出会おうぜ。